来た来た。よし。オッケー来た。え？何？すごい。何あれ？はい、今ですね、ちょっとポイント調査で下見に来てるんですよ。前回やってない漁港に来てるんですけど、ま、なんか聞こえますよね、これ。これ防災無線で、今日夜から明日午前中にかけて、とんでもない大雨が降るよと。地盤が緩くなってるので気をつけてねっていうやつです。こっちやばい。多分フェリー着き場なんだけど、地面濡れてるのが雨じゃなくて、波で濡れてる。これ全部。奥のね、波見てください、こっちほら。ダッパン。すごいよね。うわ、すごい。あらーや。あー、すごい。超えてるよ、海が。堤防より上に。堤防より上に。海が。そんなことある？でも明日だけでしょ。明日は午前中って言ったから、予報がね、まあ午前中で止んでくれるんだったらいいんですけど、今回ね、対策、雨対策やってます。すごい言われてる。天気悪い時に来たね。島の人が、はい、夜になりました。さあ、関さん、久々に会いますね。1年半ぶりです。風強い。こんばんは。はい、沢田さんです。久しぶり。久しぶりです。元気でしたか？はい、久々に同じメンバーで来ました。はい、お待ちしておりました。今日から、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、あれから天気悪い時ばっかり来るね。いや、ほんとそうっすね。はい、みんな言われる。はい、去年も天気悪かったのに、はい、多分雨連れてきてると思います。うん。またいいとこ教えます。はい、よろしくお願いします。吟味してましたから。あ、ありがとうございます。はいはいはい、じゃあこの後、関さんと、はい、と作戦練りましょう。はいはいはい、お願いします。はい、1、2、3使ってください。1、2、3。はい、僕は部屋です。奥の方にあります。ああ、ありがとうございます。いつもの通り。はいはい、OK です。1、2、3。こっちで待っておくからな。あ、OK です。はい、ありがとうございます。おはようございます。です。さあ、徳之島釣り1日目ですね。はい、昨日到着して、今日これからの時に見てください、皆さん、待望の雨ですね、これ。今日はですね、警報級の大雨が、はい、九州を情報出てまして、町内放送で警報出てました。昨日のね、夕方になったんですけど。あ、撮るんすね、天気って。天気びっくりして当たってますね、これ。大きい島当たるよね。天気。すごいです、もう山。目の前の山。雨ですごい土砂降り。てっぺん見えないさ。で、どうにかまあ釣りできないかなってことで、まだ確定ではないんですけど、今から宮戸に向かいまして、釣りができるかどうかちょっと判断しに向かいたいと思います。マジで。ちなみに、うん、雨だけじゃなくて風も強い。らしいね。9メーター。9メーター。うわー。で、風裏を狙ってね。デジャブですよ。デジャブ。あの日の苦い記憶が蘇りますね。過去の動画見たけど、うん、よう喋ってるなと思ったよ。あれは喋りでなんとかするしかなかったよ。あと、タコのくだり長い。タコのくだり、長いからな。はい、ポイントにね、着きました。雨入る。さあ、以前もね、来たところなんですけど、いやちょっとこれやばいっすね。やばいね。釣りにならないようにしましょう。天気予報はどんな感じなんですか？昼からちょっと小雨になってくる予報ではありますね。うん、小雨。昼ごろ出直すかも、これ。徳之島といえばね、うどんですね。うどん。
うどん。徳之島といえばうどん。ハンバーガーです。ハンバーガー。で久々来たんですよ。でリーフさんですね、ハンバーガー。はい、うん、久々に来て、超久しぶりだ。今日のランチにね、ちょっとハンバーガー買って帰ろうかなと思って来ました。前回食べたこれだ。サルサバーガー。これ徳之島バーガーかな、じゃ徳之島バーガー、でかくなってない？季節のやつが。え？うん。これでかくなってないですか、これ。これ顎外れるやつなの、これ。照り焼き、うん、バーガーにしよっかな、じゃあ。照り焼きバーガー。はい。フィッシュバーガーください。チーズバーガーのポテトセット。で、これって、この、夢フルって読むんですか？夢フル、はい。にできますか？夢フルとは何、夢フル、醤油バター単品になるみたいです。あ、じゃあチーズバーガー単品に、はい、夢フルポテトの醤油バターで、はい、夢フルって何、夢のコラボってこと？粉がついてます、あの味付けの醤油バターかカレーかを選べるんですね、はい、僕このチキンセット食いたいですね。チキンセット、はい、はい、完成しました。はい、ありがとうございます。じゃあ受け取りお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあお昼ご飯に食べます。またお母さんによろしく伝えてください。ありがとうございます。一応映っとく。ぜひ唐吉にもソフトクリームやってるので、はい、ぜひ来てください。ではでは、ありがとうございます。見てください、川、すごいね、抹茶茶、これすごい雨、甘いね。抹茶タイプ違うで、うん、チームは天候の本領発揮だ。さっき来たハンバーガー屋さん、リーフですね。ちょっとお昼過ぎ狙っていきたいと思います。雨降りで宿に戻ってきました。着替えねびちゃびちゃだった。夢シリーズ、夢フルポテト、これなんかの夢見るチキン、チキン美味しそうなんだよ。縦焼き、これフレッシュバーガー、うん、お、いいね、これにチキンだよ、うん、チキンマジうまい、うん、衣がサクサク、フレッシュバーガー、フレッシュバーガー、うん、このフィッシュバーガー何か分かる？ん？おい、ダッツ、すげえ、違うだろ、ダッツ、タラとかじゃないか、うまい、ん？タラです。いいでしょ？ヤンダンちゃん、ヤンダン、ヤンダっぽい、いけるんじゃん。じゃあさっきのところ行きますか、うん、食べ終わったらチキンマジ美味しい。せーの、はい、さーい。我々、はい、徳之島に来ております。はい、いやー1年と半年ぶり待ってましたよ、この時を、はい、ついに来てしまいました。チーム悪天候という名がついた、はい、徳之島、見てください、晴れてます。実はさっきまで降ってました。降ってますけどね。はい、ええ、見事晴れてくれましたね。で今回は徳之島、はい、リベンジということで、はい、堤防と磯、はい、回っていこうかなと思いまして、今回は堤防ですね、はい、来ております。前回狙えるよって言ってた魚が、うん、一つも取れなかったんだよね。そうね、うん、黒斑アラも狙えるよ、うん、磯マグロも狙えるよ、うん、カンパチも狙えるよ、いろいろ教えてもらったんですよ、うん、一匹も釣ってません。ぜひともゲットしたいということで、はい、まずは堤防編やります。はい、どれか一匹釣ったら達成、リベンジはっていうことじゃない、一応は、うん、いやもう晴れてるだけで俺はもう、もう達成かなと思ってる。いやそんなじゃあ帰ろう。そんな、はい、今日来てる場所、実は前回来てる場所なんですよね、はい、前回も来たんで、三漁港っていうところですかね。だいぶ風やばかったよね、うん、前回なんか思い出あります。こっちロットケースが飛んだところね。中身入ってるロットケースが飛ぶの初めて見た。チーム悪天候出陣ということで、はい、こちら準備したんですよ。これは何ですか、これ。
あ、これウォーニングってやつなんですよ。あ、ロットが落ちないように対策したわけね。え、これはロット入りでしょ。これロット入ってないよね。ロット入りじゃないよ。これなんかあれか、屋根ができるってやつか。そう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 、アトレにもついてるでしょ。うん、なんかもう雨降る前提で来てるようなもんじゃない。いや、だんだん まだね、あの今画面これこの雨粒ついてるんですけど、今降ってるんですよ、実際ちょっとね、まだついてるんで、今のうちにね、準備しといて。よし、オッケーオッケー、いいじゃないですか。こっちもトランクに使うもん。そうそうそう、ここもね。おー、いいね。ここも屋根にできるから。もうリベンジ成功してる。リベンジ成功してる。うん、雨対策してきてるから、はい、こっちとら。よし、頑張ると。はい、頑張りましょう。じゃあ早速準備、はい、していきます。餌釣りですね、まずは。はい、準備中でございます。うい、いや、気合入るね。うん、魚はいないけど。あ、そしてツバが、はい、キャスティングですね。キャスティング中でございます。これ今何狙いでございますか。あ、まあわよくばやっぱ GT っすよね。 GT? そう、ホッパー投げて。すごい音ね。うん、この音で寄ってくるらしいっすよ。魚がなんかしてるみたいな。なんか俺もこういうのあんまやらないんで、うん、憶測でしか喋れないんですけど、うん、なんかボイルウォンを演出して、ここでそういうどんちゃんやってるよっていうのとからしいっすよ。死ぬとかボラとかいれば入ってくると思うんですけど、ああ、それを待ちながら、うん、体力持つ限り投げ続けます。はい、ハンバーガーも食ったし、今回俺この遠征に自分に投資してますからね。投資というのは、この竿、自前なんですけど、うん、3日4日前ぐらいに買ったんですよ、 GT 釣りたくて。じゃあ何が釣れるか楽しみだね、買った竿。もう大きいのしか狙ってないようなもんですよね、だから、うん、何としてもこの、うん、徳之島のリベンジ達成して。気持ちいいです、それは。そう、後ろ髪引っ張られる気持ちはなくしたいので、うん、投げ続けます。はい、はい、やるぞ、やっちゃうぞ。なんか出てこい、一発ひょろって、ひょろって。お、溶けちゃう。森さん、こっちやったら溶けちゃうよ。でかい48。おー、いいね。ちょっと場所変えよう。1匹だけ。トカジャーが真下にいますね。真下に、真下に、真下ング見える。こいつてか、お前らじゃない。それこそパンネリってのは早く、パンネリだな。パン練り、巻き餌をね、粘りが出るまで練り込んでやる調法です。どこだ、だ、もうつく。あー、3の字が、3の字が、3の字がつついてるね。3の字がつった、嫌った。いや、ベラ、ベラ、やんな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 、砕ける、砕ける。やんな、ベラ。赤いのが OK、もついてる。うざい、うざい、うざい。あ、食ってるや。やば。赤レー。かわいい。死に黄色い。こんだけ黄色みの強い赤レー初めて見た。俺も初めて見たやつだ。死に黄色い。赤レー。赤レーじゃないもん。黄色やさ。イエローカレーだ。イエローカレー。モリさんね、蛍光黄色好きだからいいんじゃん。あ、いいね。ちょっと可愛い、これ。
これ水槽に入れたら上等じゃない。確かに高そう。ちょっと1匹あたり金運が良くなりそう。帰ったらパチンコ屋か。どういうこと？気分が良くないですか？今海の中撮ったんすよ。ちょっと一緒に見てもらっていいですか？うん。見えますか？うん。おお、でか。イラブちゃんもいる。本当だ。アーガイ、黄色いの。アーガイっぽいね。おー、めっちゃ粉だけ拾ってる。ね。やっぱ上から見てるのと魚種あんま変わらんね。うん。綺麗だね。じゃあ2匹のこのでっかいの釣ればどうも達成。へモリ、あのでっかいの2匹釣ればノルマ達成。一応深瀬で言ったら、うん、この間俺が50釣っちゃってるから、うん、50アップ取らないと。ああ、あれ50アップある？ない。ないと思う。うん、新魚行くけど親ビッチャで赤ハージン釣れるよって言ってたから、この親ビッチャも釣ってるんですよ。うんうん、これ釣れたらもらったらいいと思う。追いかせとくと、あの重りつけてぶっ込みでも投げとく。と、そう、遠くでそこで泳がしてるイメージだと思う。OK、うん、もう少しで完成するから。あ、了解です。こんな感じだ。はい、よし、ちょっと一旦大きいルアーは休憩で。なんかチヌも刺してきてそうなんで、ちょっとそういった魚も探してみようと思います。まずはトップで目視できる範囲にはいない。こんにちは。え？本当ですか？投げるのはシャット。出そうだけど、マジか、出ないんか。もっと下、ちょっと外側。うん、お、食った。なんだ、さあ、迎え入れてくれたのはイシミーバイです。関門ハタ、やっぱりいました。めっちゃ海藻食ってる。やっと釣れました、イシミーバイ。徳之島、僕の一匹目ですね。ありがとう、リリースします。よし、奥さんは餌ムロアジ。ムロアジの餌多いよね。ムロは最強っすから。小ムロ、はい、いいっすね。よし、さあ、こんな感じ。この半身食ってくれ。ここのどっかにいるでしょ、 GT なりタマンなりキツネなりいるでしょ。なんか連れてくれ、頼む。はい、よっとけさんも打ち込み準備完了。はいはい、こんな運行者っていくか。オッケー、オッケーっす。よっしゃ、前回はここまでたどり着くの、たどり着けなかったよね。苦し紛れでやったよね、前回はね。しかもあっちなんですよね。うん、あっちはちょっと場所がいろいろできるんで、しゃ、こちら側に打ち込みます。よし、どんどん行きましょう。
胴付きクラブ胴付き胴付き森さん2匹目おーいこれは三つ葉持ちの魚の方かな、うん、広さおーし、なんか廃材森で釣れる魚ばっかりですベラばっかのこいつもあっちで逃がそうね OK です魚はいるんだけどねやっぱ足場いいしそれなりに島の方たちも入ってるんでしょうねおお、スジブダイのいいサイズもいる頑張って釣ってほしいおお、チルマンでけえチルマンでかいどこチルマンでかいうおえぐあれは食いそうだけど、死にマギーがいる死にマンでかい死にでかいのがいる死に…おるるるおるるる死にでかい あんなこれ刺身見つけ切れしたら食うはずアギザバヨイこっちもでかいけどあー沈むのがちょっと遅いなえあこの振り向きで見つけさせてくれたらもうちょっとだけ沈むの早くもういたっけこんなのいなかったお前はすごいねそのまま邪魔されなければうーあー沖縄めっちゃ食ってるあー沈むのがちょっと遅いいや気づかない気づけうーわもう嫌いやしモンガルが来た出たこいつ絶対…こっちの…うわ見えんあ通過してるトクジャーが振り返ったけどスルーしたおいナイスおさあヒット森さあ過去の徳之島を吹っ切るかのようにあげんぞいいよ、じゃあ抜いていいよ。オッケー。こう初めて見る。おお。なんだっけ、なんだっけ。綺麗。超綺麗。ベラちゃうかこれも。違います。ベラ？うん、ベラじゃん。なんだっけな。顔面メイロ。顔面メイロでしょこれ。一応写真撮っていいですか。画像検索してます。アメリカアニメーター。名前が、うん、ブチススキベラってブチススキベラこれが一番最高のサイズ、ね、すごいねうんマックスサイズにマックスサイズらしいアロマックスサイズ近いらしいあなるほど、カメラ叩きよったねカメラ叩いてた撮るんじゃねえよって感じだったな危な走るとこあるやつさ、ツーバーあの岩に向かいやったねああ寝ずれしてる、ちょっとよしこいつも逃がしますこれ逃がそうかはいブチスズブチスズキベラスズキベラめっちゃいるね、魚ねすんご前の徳之島からは考えられないうんヨッタケ40歳浮かせやりますさあどんな魚と出会えるんでしょうか徳之島僕の最初の1匹目まあ脱じゃないことは確定ですね脱じゃない年明けだと何も釣ってなかった釣りを脱脱はもうクリアしました次は別の種類を釣りたいなっていう脱専門じゃないんだ脱専門じゃないんだあれ脱ったっけもう脱も立派な魚だから脱卵うんだけじゃない脱だけじゃないお、来た来た来たぞあたりきました。いきますよ。せーの。よし。オッケー、きた。しゃ、打ち込みヒット。しゃ、打ち込みヒット。なんだ。なんだなんだ。大きそうじゃん。いや、ちょっと軽いような気がするな。軽い。うん、トントン。戦いいね。うん。なんだろう。全然。余裕。さあ、見えてきた、白いの。
え、うわ、何すごい、何あれ、見えない、グーフーだ、グーフー、なんだよ、でかいよ、でも相当でかい、これ千人フグってやつじゃない、あげるか、あげれるんじゃ、手であげるか、ハイクしないと切られそうだ、おっきい、でっか、でかい、でかい、死にでかい、しかも見て、うん、綺麗に前歯の間通って、ああ切れなくなってる、ちょうど切れないところに、上の歯じゃなくて真ん中に生きてるさ、うん、あ、いいやな、おとなしく来たね、死にでかい、こいつ食えんの、いや無理でしょ、千人殺すって言われてるんじゃないの、そういうこと、うん、よくわからんけど、うん、千人吹くかもわからんけどさ、うん、久々に見たかも、すごいね、でかい、2キロぐらいあるね、はあ、カボってこの、あの、ガチマイ表面ツルツルだぞ、あ、ちょっと微妙に、あれなんだ、トゲあるんだ、ああ、あれ、ハリセンボンみたいなやつ、うん、こっちら辺ちょっとね、あ、ほんとだ、あ、すごい寝ばっぽい、ベタベタしてるね、ベタベタしてる、あ、これ、あれ、部活の後みたい、部活した後の汗ベトベトの時のあるみたいだ、うん、どういうこと、あれぐらい、汗がベトベトする、ベトベトしてる、してない、このえ、こんなにベトベトしてるし、めっちゃーってしてるからね、いや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 、糸引くよ、これ、多分、オッケー、じゃあこいつはもう食べれもしないし、はい、返すしかないということで、じゃあお願いします、はい、はい、おい、よっしゃ、ナイス、きた、止めて、お願い行かないで、行かないで、行かないで、結構行くね、お願い行かないで、大きいんじゃない、お願い行かないで、ね、